はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日より新しい闘技大会が始まります。その前に前回の結果から見ておきましょう。最後少し順位上がって、おー、2933、32。はい、本大会は47回で英雄系強化ですね。ちょっと見ていきましょうか。全ダメージ 30% 軽減で、英雄系ステータス 25% ですね。ウェイト240となっております。対象は運営さんのパーティーなので、いきましょう。で、私は、銀ももんじゃが前からずっと使ってみたくて、やっと英雄でも何でもないんだけどね、使ってみたいかなと思ってます。英雄はキーファー、トンヌラ、アリナカを採用しております。どうなるでしょうか。本当はね、もうちょっと使いたい英雄もいるんですけどね、トンヌラさんもずっと控えに甘んじてたんで、今大会ちょっとね、出してあげようということになりました。うまい感じで使えるといいけどな。あのトンヌラね、あの素早さが遅いのがいいですよね。はい、対戦よろしくお願いします。フィールドはどんな感じかな。お、ガチでもいけるやつじゃん。突っ込むか。これトンヌラ素早さ遅くしてもこれだ。で、モモンジャもね、意外と素早さあるんですよ。え、どうしよう、これなんかもういけちゃうよね。こっちからいっちゃう。いや、いけちゃうよねこれ。どうしようかな、もういっちゃおう。はいはい、あ、真ん中あるやん真ん中ないと思ってた。なんだもう。じゃあこっち行こうか。こっちで2人列進撃。そうですか。トンヌラはこっちからがいいね。バリと言っても1000は超えてこないか。あ、それとね、モモンジャはあの焼き付け息があるのがいいかなと思いました。あとなんだっけ、素早さ下げ、素早さ下げか、素早さ下げだね。そうそう、麻痺も誰かは使っていきたいね。まず白銀のつぶていきましょう。え、なんで今下がったなんで下がった今で、安定のベスキング強い。あ、素早さ下げな、素早さ下げいいかもしんない。次うちが先手取れるってこともね。1ターン目は遅く行き、2ターン目は早めに動けるという、それも狙っていきたいね。で、麻痺が弱点の相手がいたら狙っていきましょうか。本当はね、ウェイト240あるから、バラモスですね。バラモスを使いたかったんですが、また同じでいきます。全く一緒。あ、なんかまた違うことやっちゃったあれ、しかもモモンジャのダメージがいくつかっていうのも見んの忘れましたね。同じ系統でシーライオンを私は押してるんですね。それと比べて銀ももんじゃは使い勝手がいいかどうかですね。銀ももんじゃは5凸なんです。まだ運営さんの、あ、同じとこでもいいけど違うとこ行きましょうか。
めっちゃ固まってる。はい、対戦よろしくお願いします。真ん中に障害物あるんだな。そうか、じゃあこれはずれようか。ずれる、メラが効くで、こういう感じ、こういう感じ。なんかこの子が真ん中の方がいいのかな。いや、これ打てないよな。打てなくなっちゃうから。あー、どうしようかな。まあ、これでいいか。行きましょうか。アリーナは才能開花されています。おっとおっとおっとと、白銀のつぶて237、消滅プレス。惜しいね、惜しい。ぶちかまし、ぶちかまし。さすがさすが。アリーナとベスキングは才能開花されているので相当強いと思います。はい、というわけで1日目が終わりました。運営さんのパーティーでしたが、3勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。